ヤッホー、コーン大学の皆さん、お疲れ様です。今日は、高い声の出し方について話していきたいと思います。で、今までベルティング授業とかやってたんだけど、これからは、ミックスボイスの授業も含め、この高音の出し方っていう、まあ根本的な話っていうところも、まあ、これからしていこうと思います。クロさん、こんばんは。今日も来ていただいてありがとうございます。サトシさん、こんばんは。ソウくん、こんばんは。クロさん、ヤッホー。元気？みんな。この中で、高音が出せないっていう人は、どれくらいいるかな？自分が理想としてる高さ。自分が理想としてる高い声。ケンシンさん、こんばんは。元気？サブさん、こんばんは。ジバロさん、こんばんは。リミさん、はじめまして。コメントありがとうございます。マサトさん、こんばんは。最近歌に本気になっているので、ぜひ聞きたいです。いいね。スケさん、こんばんは。ライブ初めてです。ようこそ。そうくん、手挙げてくれてるね。クロさんも手挙げてくれてますね。ハモリしかできない。うん。当てることはわかります。なるほどね。まあ、みんな、このライブを見てる時点で、出せないから、まあ、もっと出せるようになりたいと思うので、まあ、そこについて話していこうと思います。そして、この授業はアーカイブ残すので、はい。ということで、まあ、早速始めていきたいと思うんですけど、みんな、高い声を出したいって言うんだけど、そもそも高い声は、何なのかって自分の言葉で説明できたりしますか？コメントで教えてください。できる？説明できる？説明できない？という話をしようと思うんだけど、大体の人はこれ説明できないのね。高い声、高い声出したいってみんな言ってるんだけど、高い声って何？って説明したら、まあ実際に説明できなかったりとか、こう、ケンシンさん、臨場向上筋を多く使った軽い発声。いいね。ちゃんと勉強してるね。そう、とか、あるんだけど、今日はそこの根本のところ、だから結構初心者向け、自分はどの練習から始めたらいいのか分かんないとか、自分には才能がないから上手くなれないのかなとか、そういった不安も全部取り除ければいいかなと思います。なので、まあ、みんなとの会話もちょくちょくしつつ、まあそこの説明をメインでしていきたいと思います。そして、明日の同じ時間、夜の8時、20時だね。にミックスボイスの授業を行って、まあ、実際にミックスボイスでどういう風に歌えばいいのか。そして、あさって、日曜日の20時にベルティングの授業を行いたいと思います。だから、まあ、しっかりこの順番をたどって動画を見てくれると、まあ、スムーズにいくかな。学習とかも。OK？ それじゃあ、まず話していこうと思うんですけど、高い声、まず高い声っていうのは要素分解しないといけないのね。声ということと高い音、この二つが組み合わさって高い声って言われてるだけであって、じゃあ声って何なのか。音声っていうのは僕たちがあーって今この出してる時のこの音を声っていうのね。で、仕組みとしては、息を吸って、肺に空気が溜まって、それが、喉からこうやって空気が戻るんだけど、喉の中にある声帯
にこれが当たって振動することによってズーっていう音がね、喉の空間、口の空間とか鼻の中のこの空間があるから、そこに響き渡って初めて声として生まれます。これが声というものです。 OK、 高い声の声の部分は理解しました。じゃあ今度は高い音、高い声の高いっていうところで話すのであれば、僕たちの声っていうのは声帯、さっきのズーっていう振動の話をしたじゃんね。そう、そもそも音っていうのは振動、何かこう振動して空気を渡って僕たちの耳に入ってくるのね、その振動が。それが音として認識されるんだけど、じゃあ例えば分かりやすい話で言うのであれば、ギターの弦とか、まあ、風船で話そうか。風船をこうやって膨らませます。これ空気入れてるだけだね。肺に空気を入れてると考えてください。で、この風船の口のところをこうやって引っ張った時、これってゴムが薄っぺらくなるじゃんね。そう。で、空気がそこから漏れるんだけど、ここの先のところが振動してるから音が生まれます。OK？で、まあこれをじゃあ話したとして、プーっていう音になるのね。これがまあ音なんだけど、振動でピーって引っ張った時になる音と、話した時になるプーっていう低い音、この2つはなんで音が違うのかっていうと、僕たちの声と一緒で声帯というものを伸ばせばより細かい振動回数になるのね。風船も一緒、伸ばしてゴムが薄っぺらくなって振動回数が増えることによってピーっていう音が出るし、離して分厚くしたら振動がすごくゆっくりになるのね。それがまあ低い音になってくるんだけど、じゃあまあ声帯に関しても同じで、伸ばす筋肉と、声帯をね、伸ばす筋肉と縮める筋肉が存在します。この伸ばす筋肉を使ってあげることによって声帯は伸ばされて声帯は伸びて振動回数が多くなるのね。だからあーピーって同じような音になるし、じゃあ声帯を縮めていくとあさっきの風船のプーっていうような動きになるのね。これが音の仕組み。高い音もこういう仕組みです。だから高い声ってどうやって出されてるの？って言ったら、腹式呼吸とか姿勢を意識して出されてるとか、じゃあ口の開き方とか鼻腔共鳴とかいろいろ言うんだけど、まあもちろん何かしらこうプラスアルファで付け足して、じゃあその高い声、どんな高い声を出すのかっていうところに影響はしてくるんだけど、それが根本の問題じゃないのね。高い声が出せないということは、まずこの声帯の動かし方、声帯を伸ばす動きとか声帯を伸ばす筋肉を鍛えられてないというだけのことです。だから声が低いとか自分に才能がないとか、今までいろんな練習をしてきて YouTube の動画とかいろんなボイストレーナーさんに教わってきたとか、いろんなスクールにもう何年も通っても高音出せるようになりませんでしたっていうのは君の問題じゃないのね。君が才能ないとか自分の喉が弱いとか、プロの自分が憧れるアーティストさんがすごいとかではなくて、自分ができてないことをその人がたまたまできちゃってる、もしくはできるようになった。筋トレと一緒です。そう、じゃあ足の筋肉めちゃくちゃ鍛えてる人と一回も筋トレ行ったことない人で言ったら、足の筋肉鍛えてる人の方が足の筋肉大きく見えたりとか、より重い重量を持ち上げたりすることができるのね。
それと一緒の考え方。オッケー。で、じゃあ今まで10年間ボイトレしてきましたとか、今までまあそうだね、高校の時声変わりしてそっからいろんなボイトレ動画見たりとかしてきました、それでも高音出せるようになりませんっていうのはなんで起きるかっていうと、やってることが間違ってる、それだけなんだよね。そう、だからこれは結構僕が教え子とかにも教える考え方なんだけど、努力、必ずしも努力が結果に結びつくわけではないよっていう話。そう、間違ったことをどれだけ頑張っても10年20年頑張っても毎日やって頑張ったとしても、間違ったことをしてるから絶対結果に結びつかないのね。そう、正しい努力さ、正しい努力さじゃない、正しい努力、そう、その考え方、正しい努力をしないと結局結果に結びつかない。で、じゃあ今見てくれてる君が求めてる発声っていうのがあるとしますと、自分の憧れのアーティストさんを一人思い浮かべてください。この人みたいに歌えるようになりたいっていう人をね、一人だけ、そう、まあこういった風な歌い方できるようになればいいなとか、一人だけ考えてみてください。考えたかな。そう、その人の歌声は、その人が才能あるからとか、その人がすごいからとかではなくて、自分がまだ持ってないもの、これが大事。まだ持ってないもの、持ってない技術、持ってないその筋肉の動かす技術を持ってるというだけ、そういうふうに考えて、まあ自分の憧れのアーティストだし大ファンだし、そのすごいって思う気持ちはわかるんだけど、今主人公の話は君の話なのね。自分の主人、自分の大好きなアーティストさんじゃない。そう、今君が主人公だから、コーンを出すっていう気持ちを持っているのは君でしょ。出したいっていう、だからそうやって考えないと永遠と才能のせいだと思い込んでしまいますけど、そうではないのね。今まで僕は5000人以上一人一人ちゃんと関わって指導して本出せるようにしたのね。本出せるようにしたし、まあ、そのちゃんとメソッドがあって、そのメソッドをたどることによって、今これが不足してるからこれを補うためにこういったトレーニングをして本出せるようにしましょうみたいな、そうっていうのがあるから、よっぽど自分が特別じゃない限りその出せないなんてことはないのね。逆に自分はやっぱ出せないやっていう考え方は知識不足なだけ、または間違った知識を取り入れてきたか、その二択なのね。で、一つ怖いことを教えると、無知より怖いのは間違った知識を取り入れてそれが正解だと思い込んでること。これは僕の動画とか長い間見てたりとか、僕の教え子、本大学に入ってくれてる教え子とかだったらわかると思うんだけど、今まで見てきた YouTube の中で、 YouTube 動画の中で話してたことがそもそも間違ってたんだとか、そういった風に考えないといけないんだよね。そう、腹式呼吸、高い声を出すのためには腹式呼吸をしないといけませんみたいな考え方だから、まあ、それをこれから意識してください。OK？ じゃあ、まあ、高音の段階っていうところを話していきます。OK？ で、高音の段階って何なのかっていうお話をするんだけど、みんな高い声って言ったら、さっき言ったみたいに振動回数を増やすみたいな、声帯の振動回数を増やしたら高い音出ますよってなった時に、このじゃあ子猫の真似をする、にゃーにゃーにゃーとか、
これは高い声と言えます。みんなが理想としてる声じゃなかったとしてもね。で、あ、今質問をいただいてるんだけど、また後で質問の時間も設けますね。ちょっと集中しましょう。で、そう、声の種類っていうのが存在します。だから自分の声とアーティストさんの声は違うとか、裏声で歌いたいわけじゃないみたいな。そう、じゃあ高い声の出し方教えてください、子猫の真似してみて、にゃー、はい、こう出せました、バイバイ、お疲れ様って言われても、違うよねってなるじゃん。そう、高い声を出したいっていうのはすごく抽象的なだけであって、本来はこういった発声が出せるようになりたいっていうめちゃくちゃ細かい欲があると思うのね。じゃあ自分のアーティストさんの声は高いイコール高い声出せればいいじゃないのね。そう、自分のアーティストさんはこういった特徴の発声を出してますとかってなった時に、じゃあ例えばより深みがあって高い音でも声が細くならないで出せてるみたいな、そうっていうめちゃくちゃ細かい特徴ってあると思うのね。ちょっとギラギラしてる発声なのか、すごくパワフルで深みがある、まあ、丸みがあるような発声とか、そう、それぞれ違うのね、発声の種類によって。だからそれを理解することがとても大事です。OK。 皆さん聞きながらぜひコメントとかね、リアクションください。より多くの人にこの授業が届きますようにという気持ちを込めて、はい。で、まあ続きを話すんだけど、ボーカルレジスタというものが存在します。で、このボーカルレジスタっていうのが何なのかっていうと、僕たちの声帯の動かし方とか、この声帯の動かし方によって声の種類って、まあ、大きく分けられるよねっていうのがあるのね。そう、声の種類が声帯の振動の仕方で変わってきますよっていう。で、まず声帯を縮める筋肉を極端に使った時ってどういう状態になるのかな。声がすごく低くなるのね。これがフライレジスタって言ったりします。OK？ こういう、まあ、声の種類だよねっていう、ざっと大くくりにしたのが、フライレジスタ。で、このフライっていうのは、例えば、この時点で、もうフライじゃないのね。このこのこれ高くなってるのは多少声帯伸ばす筋肉使ってるから音程がついちゃってるのね。だからこれはなんて言えばいいんだろう、その言葉が飛んじゃいました。まあ、CT 使ってるからフライレジスタじゃないっていう風に考えてください。音程は変わらない、ずっと一瞬これを言葉の前につけるとかあるけどね、みたいなつけたりします。これがフライレジスタで、今度は声帯を極端に使ってる時、これはファルセットのレジスタって言って、多くの人が裏声とかに慣れてなかったりするとなる発声で、まあ、裏声ではあるんだけど、こういった発声、はぁ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 、すごくスーっていう音聞こえるじゃんね、はぁはぁ、これがファルセットって言ったりします。自分の裏声スカスカ裏返っちゃうみたいな、そう、人いると思うんだけど、それファルセットになっちゃってるのね、裏声が。そうで、ファルセットは全然いい発声なので、悪い発声なんていうのは間違った発声だけ
で、ファルセットは発声の一種なので、これは使い方による、そう、技術として使えるのか、それともどうしてもそうなってしまうのか、結果技術として持ってるというよりかは、そう、だから、あ、この世界の誰もが君を忘れ去っても、あ、このファルセットとか綺麗に使うことって全然できるのね、とかだし、ただみんな自分、ま、そんな裏声使ってきてないとかだったら、すごく、あーあーあああみたいな、はぁ、はぁ、はぁ、みたいな風になっちゃうと思うのね。僕も昔そうだったから。けど、それは、まだ必要な筋肉が鍛えられてなかったりとか、じゃあ、重たいものを持とうとしたとき、まあ筋トレとかで、すごく自分がまだ慣れてない動きとか、重りを持った状態でやろうとしたときに、すごく体がブルブルするのね。それと同じ。まだそこの筋肉に力を入れることに慣れてないのね。だから声がすごく不安定になったりとか、裏返ったりとかします。それは仕方ないのね、最初は。だから裏声の練習しましょうっていうのは、ネットとか僕もたくさん話してるのを聞いてると思うんだけど、実際に練習しようとしたらもう裏声全然ダメで嫌で練習をやめたりとかしちゃうっていうのもわかるのね。ちょっと練習頑張って効果出てないなって少しでも思っちゃうと練習を切り替えちゃうみたいなことをしちゃうと思うんだけど、それはしないでください。 OK。 僕も昔結構やってたけど、そうすると、なあ、本来だったら自分の場合2週間やって成果出るのにもかかわらず、これ効果ないっていう感情的に決めつけて、本来だったら2週間やったら絶対声がもう激変したはずなのに、すぐに効果が実感できなかったからやめちゃったみたいなっていう風になっちゃうので、それはしないでください。 OK。 まあ筋トレとかもダイエットとかもそんな感じ、考え方は。 OK。 で、今話したのは、まあ簡単な振り返りで言うと、フライレジスタ、あー、声帯を極端にこう縮めてる、分厚くしてる、振動回数減らして低音にしてる、で、ファルセット、声帯伸ばして薄っぺらくして細い音にしてる、あー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 みたいな、これがファルセットのレジスタです。そして、まあ、メインになってくるのが、みんなが出したいパワフルな発声とか、まあ、地声でもなく裏声でもないけど、ちゃんと地声の厚みはあって、しかも裏声のその高さっていう両方のいいとこ取りしてる発声とかも全部含まれてる、このレジスタなんだけど、モーダルレジスタって言います。モーダルレジスタね、これは声帯を伸ばす筋肉と声帯を縮める筋肉2つとももう同時にずっと使ってるって感じ。 OK。 縮める筋肉、伸ばす筋肉、両方とも同じようにずっと使ってる。で、僕たちが話してる時の声、これはチェストボイスって言うんだけど、あああああああ、これは声帯を縮める筋肉、分厚くして振動回数を減らすっていう筋肉も使われてるんだけど、この音程が変わったりするじゃん。みたいな。そう。この話してる時にずっとこう音程が変わってるっていうのは、CT を使ってるからなのね。高くしたり、低くしたり、高くしたり、低くしたり。CT っていうのは声帯を伸ばす筋肉ね。そう。だから音程が変わるんだけど、僕たちが高い声を出したいってなった時に何をしないかといけないかっていうと、この TA って声帯を縮める筋肉と伸ばす筋肉、
これをこういうふうに割合を変えていかないといけないのね。だからあーオッケー、これをしないといけないんだけど、大体の人は今まで地声からアプローチしようとか、高い声でパワフルな発声は地声だから地声を張っていかないといけないよねっていうような間違った教育をされてきたのね。まあ僕はそういった教育が、まあ悪気があってやってるとは信じたくないんだけど、そう、悪気があってそういうふうに教えてるか、単純に知識不足か、まあ最初にも話したように間違った知識を取り入れてそういうふうに教えられた先生が、まあ間違った知識を正しいと思い込んで教えちゃってる。そう、まあでも自分はなんか感覚的にできちゃってるから、それ風にこう演出して、ほらこれ地声なんだよって言ったら、あ、それ地声なんだって言って、みんなこのあーっていう TA の割合が多い状態で高い声を出そうとするのね。そうするとこのあーっていう声帯の切り替え、声帯のバランスっていうのを変えてってるわけじゃなくって、声帯のこのバランスっていう、バランスも何もないんだけど、ずっと TA の声帯を縮める筋肉の働きがすごく強い状態で、あこういう発声をしてるのね。そしたら絶対に高い声は正しく出せるようになりません。これはもう学んでください。初めてこの動画を見てる人も、まあいろんな動画見てる人でも、これが根本的な話。正しい発声を出す上で、正しい発声を習得する上で、喉が痛くなる、喉が枯れる、痒くなる、疲れる、こういったことは絶対に起きません。起きてるなら間違ってる。何かが。OK? で、そうだな、みんなそういうふうに思い込んでしまうから、これ分かりやすい話で言うのであれば、じゃあダイエットで説明しましょう。自分が食べてるカロリーより、使ってるカロリー、消費してるエネルギーの方が上回ってたら、じゃあこれぐらい食べました、これぐらいエネルギーを一日で使いましたってなったら絶対に脂肪は減るのね。けど、この使ってるエネルギーより多くのエネルギー、多くのカロリーを摂取したら絶対に太ります。絶対に脂肪が増える。っていう感じ。でもすごくマッチョとか、ボディービルダーとか、で、めちゃくちゃ基礎代謝、何もしてないで、カロリーを使ってる量がすごく高いのね。だからめちゃくちゃ一般の人よりも食べれるみたいな、そうけど太らないみたいなことが起きたりするんだけど、それと同じで真逆のことを教えてるようなことなのね。地声から高い声を出せるようにしよう。 OK? だからまあ答えを言うのであれば、高い声を出したいのであれば、この高い声、声帯を伸ばす筋肉を鍛えないといけない。そう。この筋肉に触れる時間を増やしてあげないといけないのね。だから、裏声たくさん出しましょう。裏声で歌いまくろうとか、っていう話をします。OK? めっちゃ喉乾く。そう。なので、TA、地声から高い声を出そうとしたりとか、もうこれ禁止用語にしてるんだけど、僕の教え子の中ではね、この大学では、地声感のある発声が出したいとか、もっと地声感を出すためにはどうすればいいですかっ
ていう、この地声感というワードを禁止にしてます。で、なんでかっていうと、ちょっと待って、なんでかっていうと、あ、迷子になっちゃった。あ、思い出した。地声感っていうのは、まあ、地声で出そうとするみたいな、そう、地声っていう言葉を使うことによって地声の感覚なんだなってみんな無意識に考えて地声で出そうとするのね。そしたら絶対にうまくいかないから、地声感っていうのはやめましょう。それより音の特徴をつかむ。で、深みがある発声イコール地声じゃないんだよね。そう。で、最初はそれ聞き取れなかったりするんだけど、まあ、パワフルな発声、ベルティングって言ったりするんだけど、プロが扱うね、みたいな、こういった発声を、まあ、深みがあるとかって言ったりするんだけど、地声感ではない。で、地声感って考えながらやっていくと、何が起きるかっていうと、絶対上達の壁にぶち当たるのね。もうどうしても一人じゃ乗り越えられない壁。で、なんでかっていうと、ベルティングっていうパワフルな発声が全部地声に聞こえてしまう。地声の感覚で出してるであろうなっていう風に聞き取ってしまうのね。間違って聞き取り方になってしまう。そう。けど、僕の教え子とかは、実際に最初軽い発声とか、裏声を使うとか、そっからミックスボイス習得して、感覚も全部慣れて、正しい感覚でミックスボイスを出して、で、まあベルティングを聞いた時に、あ、これこんなに軽い発声で、これぐらいの感覚で出してるのにもかかわらず、っていう風に高い声出せるんだなっていう風に、気づけるのね。そう。なので、僕から教わるときに、まあ、誰でも、僕の教え子を1年生とかの子でもそうだし、他の学年マスタークラスの教え子とかもそうなんだけど、この、僕の教え子じゃない人でもね、このライブを見てるのであれば、白い紙になってほしいのね。そう。まあ、これは、僕の動画だけ見てほしいというよりかは、みんなが上達するために余計な情報を取り入れないでほしい。本来だったらそんなに情報めちゃくちゃ多いわけじゃないから、ボイトレって、そう、もう基礎でしかない。基礎さえできれば高い声出せるようになるのね。です。また迷子になっちゃったみんなついてこれてますか？じゃあ、その、まあ、CT 鍛えないといけないよねっていう、声帯伸ばす筋肉鍛えないといけないよねっていう話をしたんですけど、じゃあ、次、どうすればいいのかっていう話で、みんな地声と裏声、こうやって切り替えるってなった時に、最初はこういうことが起きます。裏返ったりガラッて変わっちゃったりとかね、こうするんだけど、これって体験したことありますか？皆さんコメントで教えてください。これは僕も昔なってたんだけど、これなんでかっていうと、裏声に慣れてなさすぎて、このモーダルレジスタ内で綺麗にあーってバランスを切り替えることができないのね。そう。今まで、って張り上げてたから。で、何が起きてるかっていうと、モーダルレジスタがここにあるとして、ファルセットのレジスタがありますと。このファルセットのレジスタに音割れしてるのね。これ、レジスタ割れって言ったりするんだけど、そう。声が割れてる人は、これが起きてます。
それは裏声使い慣れてないからっていう感じだね。 OK、 みんな多分メモしてて忙しいんだろうねで、じゃあどうしたらこれ改善できるのかっていうと、まず裏声の感覚に慣れないといけません。そもそも裏声って何みたいな人もいると思います。裏声は例えばミッキーとか、はっはっ、ほうほうほう、イエイイエイイエイ、ヤッホーヤッホー、ほうほう、この一瞬でもいいから出してみてほしいのね。ほうほうほう、にゃ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 、ほう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 、この細い声、細い声、はーはーはっ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 、ほう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 、はははふふふふ、はははふふふふ、はははははは、この感覚の違いを感じてほしいのね。太い声、あー、太い音、あー、細い音、あーあーあー、すー、これね、これがヘッドボイスですけど、まあファルセットになっててもいいのね。はぁ、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 みたいな声なってても安心してください。で、目的意識っていうのも結構僕の教え子に話したりするんだけど、今って誰かのために披露してるわけじゃないのね。これ練習だから。そう。必要な筋肉を鍛えるためにこの声出してるんだよ。CT をまず使う。これって必要な筋肉使えてるじゃん。CT ね。裏声一瞬でも出てるんだったらそれ使えてるから、それを使い続けてください。まず体に慣れさせる。その動きに。そう。で、安定性とか最初は考えなくていいです。どうせそんな考えてできるものじゃないから。鍛えてボイストレーニングとかして、だんだんボイスメイクをしていくことによって安定していくのね。だから練習中に安定しないかなっていう風に自分でコントロールするっていうのはあまり賢くないのね。だからやめてください。 OK？ ただ焦るだけだから、それって。うん。ジム行ってでかくなりたいって言って筋トレしてます。筋トレしてて、でかくならない、でかくならない、どうしよう、でかくならないって考えながらやってるようなことだから、そう、まあ、あるあるなんだけどね。昔も僕そうだったから、僕の教え子でも結構いる。その度に僕言うんだけどね、いいいいいい、目的意識、目的意識って言って、今の目的はこれだから別にそれはそうなってていいよねっていう。そう、それがないと永遠と上達しないよ。そう、評価すべきことじゃないことを評価してるから。それも大体みんな自分で分かんないから、まあ僕のところに教わりに来たりするんだけど、そう、実際に教えたところでコンテンツ、僕の教え子にはその動画コンテンツとか全部まとめてるんだけど、そこでこれは評価しなくて、これ評価してっていうのを教えたとしても実際にやるときにみんな考えてしまう。それが人間っていうものだからね。そう。で、じゃあファルセットになっちゃいます。地声と裏声つなげよう、チェストボイスとヘッドボイスつなげようとしたときに、このレジスタ割れが起きる人は何をすべきなのか、練習方法を教えます。まあ、まずはこの裏声に出す裏声を出してる時間っていうのを増やしてください。1日10分練習するだけでもいいから、1日10分裏声で歌う。この裏声も張り上げて歌わないでね、力が入るような、あーあーみたいな、じゃなくて、はぁ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 、楽に歌いましょう。はぁ、こんな感じです。OK？ 赤いリンゴに唇寄せて、黙って見ている青い空。
こんな感じ。お、適当に歌ってください。裏声で。あー、にゃにゃにゃー、うーほほほ、うーん。これでもいいし、なんか、風呂入ってる時でも何でもいいので、やってください。OK? 裏声で歌う時間を増やしましょう。CT を使う時間。CT の割合を多く使う時間だね。話してる時使ってるから。を増やしましょう。そうすると、何が起きるかっていうと、勝手に音域ちょっと広がっていきます。そう。今まで使ってこなかった筋肉があったから、それがだんだん使われるようになって音域は広がっていきます。で、音域が広がってるっていうことも気をつけてください。自分の歌いたい曲元気で歌えないイコール音域が伸びてないというわけではないのね。これどういうことかっていうと、じゃあ1週間前の自分の練習してた音源、出してた音域と今を比較して、例えば今までは地声を張り上げてここまでの高さ出せてましたけど、今は張り上げずにここを丁寧に出せるようになりましたっていう、じゃあ感覚とか高さとかそういったのを全部メモりながら進めていくのね。感覚って記憶しないし、最初はね、なんか間違ってた時の感覚ってどんな感じだったんだろうっていう風になってくのね。で、結局常に今がスタート地点に感じちゃう。データ取らないとかってね、もう全然賢くない。僕も全然データ取ってなかったから、そう、今みんなに高音出せませんでしたっていう言葉しか言えないんだけど、そう、けどそのデータを残して1週間の自分と比較したりとか、1ヶ月前の自分の発声と今の発声、ここまでの高さ出そうとした時にどのクオリティで出るんだろうとかっていうのをメモらないといけないのね。だからそれで評価をしてください。元気で歌えるかとかじゃないのね。そう、それはまた別の話です。 OK?そこをごちゃごちゃにするとね、元気で歌えないから自分音域広がってない、ダメだ、今までの時間を無駄にしたっていう、なんか全然間違った方向で評価することになるから、まあ僕の教え子とかは僕に評価してもらってください。 OK? まあ自分で評価するのもいいんだけど、ちゃんと僕と関わる機会がある人はね、連絡してこれ合ってますかっていう風に聞いてほしいです。で、じゃあまず裏声出せるようになりました、なんか慣れてきました、前より出せるみたいなってなったら、ファルセットからヘッドボイスに育てないといけない。その中で、まあすごくシンプルな練習一つあげるのであれば、みんながね、もう頭ごちゃごちゃにならないように、裏声でかきくけ、このき、このきを短く区切って歌ってください。きっ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 この時にきっきっき力入れないようにね、かかきっ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 きで区切る、けーけーけーじゃなくて、けっ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 。 OK? Let's feel like we're immortal, maybe just for tonight とかだったら、けっ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 けー、ここは伸ばさないね、すいません、けっ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 。これはじゃあなんでするのか、その目的意識のお話に戻るんだけど、声帯を伸ばす筋肉、縮める筋肉、そして閉じる筋肉があるのね。声帯を閉じる筋肉、閉じるからそこの下に空気が当たってビジジジって振動するのね。開いてればはぁはぁはぁみたいな、そう、開いてる時はただ空気がスッ
で出るだけで、息が漏れる理由っていうのは、この声帯閉じる筋肉と吐き出している空気のバランスが悪いのね。そう、ホースだとか水のホースを考えてください。こうやって水出してたらピローンって出ると思うんだけど、ピローンってこれをキュッてしっかり閉じたらピシッって勢いよく出るじゃん。それと同じ、空気もスーハ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 ー、このスーっていうように出るのはしっかりここ声帯閉じてるから。そのうーって力入れるじゃないのね。これ喉締めだから、喉を締めると声帯を閉じるは違います。声帯を閉じるはこういう動きをする。そう、喉締めはここの筋肉うーって全部使ってしまう。これは声帯のコントロールとか空気の吐き出し方のコントロールが下手くそっていう感じ、うまくできていないっていうことなので、まあ逆を言えば、そこさえ鍛えればそれは改善されるはずなのね。 100% これ約束します。なんでみんなに約束できるかっていうと、それが発声の理学だから誰がどの先生が僕を論破しようとしても、もう事実がそこにある限り事実変わらないからね。真実はいつも一つということなので、はい、っていう感じ。だから腹式呼吸とか最初は考えないでください。どうでもいいです。 OK。 あ、でこの練習をまずしてください。こういう感じになってもいいから、 Maybe just for tonight。 慣れてきたら It's really like a tomorrow, Maybe just for tonight。 最初はね、まあ、息漏れとかたくさんあるから息切れとか起きるけど、まあ、つどつど息たくさん吸ってください。でキッ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 、声帯を閉じる筋肉っていうのを、まあ、体に慣れさせたりとか、そこの筋肉を強化していく。でキッ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 、 OK。 これをやると鍛えられて It's really like we're a model, maybe just for tonight っていう風になります。 OK。よし、そろそろラストが近づいてきましたね。で、じゃあここまで It's like we're a model, maybe just for tonight の道のりを話してきたので、明日ミックスボイスについて話します。で、まあ事前に話すところとしては、ミックスボイスっていうのはこのモーダルレジスタの中にあって、モーダルレジスタに戻るんだけど、モーダルレジスタにサブレジスタがあるのね。で、この3つのサブレジスタ、チェストボイスのサブレジスタとミドルレジスタとヘッドボイスのレジスタ、このチェストボイスとヘッドボイスの話はしたからミドルレジスタの話をするんだけど、このあー、この切り替えをしたんだけど、ここの中間あたり、ここのね、これ、これ、これ、ここの中間にある発声のことを、まあ、総じてミドルボイスって言ったりするんだけど、ここにミックスボイスとか、ベルティングとか、他の5つのベルティングの種類とかが含まれてるって感じ。そう。だから声帯の状態はバランスが取れてる状態。中音域とか出しづらいっていう人、高音は出せるけど中音域は、みたいな。っていう人もいたりするんだけど、それはこの極端な切り替えできるようになってるってだけで、ここの中間の、まあ、次のステップがうまくできてないっていう感じ。そう。だからさっきの発声で言うと It's really like a model, maybe just for tonight がミックスボイスの練習とかしていくことによってこういう感じになります。 It's really like a model, maybe just for tonightIt's really like a remodel, maybe just for
tonight。 こういった発声。 OK。 で、このミックスボイスに関しても、まあ、日本の教育でちょっと間違ったことが多かったりするので、それも明日話しますね。で、このミックスボイス習得しましたと、この優しいね、話し声ぐらいの大きさの発声、地声のようにあーって重い感じでもないし、ヘッドボイス、裏声のようにあーって細い感じでもない、その本当に中間、二つのいいとこ取りを持ってる、いいとこ取りをしてる発声です。Let's live like Queen Mother. Let's live like Queen Mother. Maybe just for tonight. Okay. で、ベルティングっていうのが大体みんな理想としてる発声。すごくパワフルな高い声。そう。から、地声はそもそも高い声を出す上でもう適してないっていうのは散々話してきたので分かってると思うんだけど、そっからミックスボイス。っていうのは話声ぐらいの大きさで、ちょっと鼻声の要素が含まれている。で、ベルティングっていうのはこの口の空間をより多く使うのね。これだけ声の大きさ、口の大きさ変えただけで声の大きさ変わるのね。そう、みんなすごい声量って思ってるけど、空間の使い方違ったりとかしてたりします。で、このベルティングとミックスボイスの違い。Let's live like very mother, maybe just for tonight. ベルティングとかだとミックスボイスより広い音域が出せるのね。Let's live like very mother, maybe just for tonight. Let's live like very mother, maybe just for tonight. こういった風に出せるようになります。だから、まあ、しっかりと段階を踏んでいくことが大事です。で、これね、みんなに気をつけてほしいこととしては、いきなりこのベルティングで出そうとしないでください。自分がまだ声を張り上げてたりとか、楽に高い声が出せないとか。Let's live like very mother, maybe just for tonight. こんな感じで楽に、まず話し声ぐらいの大きさで出せないんだったら安定して、ベルティング一旦置いといてください。今のタイミングじゃない。けど、みんなは YouTube とかで今すぐパワフルな高音出す方法っていうのを調べたりとか、今すぐ高音出す方法、ベルティングの音をミックスボイスって言ってたりとか。で、何の基礎もできてない状態で、必要な筋肉何も鍛えられてない状態で、ミックスボイス出そうとしたり、ベルティング出そうとしたりするのね。だからうまくいくはずがないんだよね、そもそも。その段階で。うん。赤ちゃんがまだまともに立てない状態から、ランニングのなんか大会に出るみたいなことと一緒なの。だから、みんなのせいじゃないのね、今高音が出せないのは。今までいろんな練習して辛い思いとかしてきたと思うし、なんか、頑張っても報われないっていう経験はしてきたと思うし、やっぱり自分は向いてないのかなとか、いろんな辛い思いをしてきたと思う。僕も昔そうだったから。けど、それはみんなのせいじゃないのね。そこを細かく教えてくれなかったりとか、全部感覚的だったり、その教え子とか教えてる人たちがどう感じるかっていうのも発信してたりとか、教えてる人の責任なのね。どう捉えるかとかも。だから適当に僕地声感って言いたくない。そう。みんなが誤解するって分かってるから言いたくないのね。それより、ちょっとみんながめんどくさく感じるかもしれないけど、しっかり事実を言う。しっかりとした正しい言葉で言う。誤解がないように説明する。そしたら、みんなも、なんか声帯ポリープとか、地声を張り上げて、喉酷使して、もう、自分の声帯に傷ついたりとか、本来出せるようになった声がもう出せなくなったりとか、そういう風に、まあ、リスクを背負ってボイトレするっていうのはなくなるのね。そう。僕の、この発信とか、僕の授業を見てる
人たちに関してはもう僕の責任なのね、言ってること全部が。だってみんながやるって知ってるから。そう、いつも真剣にライブ見に来る人とか名前とかも覚えるし、わかるから、そう、ちゃんと一人一人考えないといけない。そう、それが10万人になったりとか100万人になったとしても、そう、だからみんなを釣るようなタイトルとか、まあ、キャッチコピーって言ったりするんだけど、まあそっちの方がより多くの人に早く届くかもしれないんだけどね。けど、まあそういうやり方はしたくないです。 OK っていう感じで、皆さんこの裏声でたくさん歌ったりとか、そのキッ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 って歌う練習をして、他の授業とかを見てくださいね。一応このライブはアーカイブに残しておきます。まあ見てくれた方とか、ぜひあのアーカイブのライブにコメントを残していただけるととても嬉しいですで、まあなんかストーリーとかでもね、シェアしてくれるとより多くの人がこういった情報とか見れると思うので、皆さんぜひ友達とかにシェアしてあげてください。 OK、このライブは一旦終了して、もう一度開いて質問会とか、ちょっとだけしようと思います。で、ちなみに、あの、公式 LINE とかで教え子募集定期的にしてたりとかしてるので、皆さん直接に僕から教わりたいとか、まあ僕とズームでつながって指導してもらいたいとか、っていう人、まあ、ぜひプロフィールの URL から公式 LINE を追加してください。 OK、 で最初に簡単なワークが届くので、そのワークを届、まあ、回答するとその後コンテンツとか届くので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。 OK、 で今日のこの高音術授業っていうのが終了になります。ということでね、皆さん見てくれてありがとうございました。それじゃあまた明日お会いしましょう。バイバイ。